第1話、指切り村。指切り村の話。これから書く話は、今から20年以上昔に、テレビ番組ウィークエンダーにて紹介された事件です。で、弱いがバレるなぁ。昭和50年代にその事件は起こった。場所は九州の、かつて炭鉱で栄えていたが、鉱山が閉鎖されてすっかり寂れた村。そこで一人の男が、農作業中に誤って草刈り機で自分の足の指を切断してしまった。これだけなら日常の範疇で、よくありがちな話なのだが、この出来事を境に、急にこの村では不思議と、村人たちの手足の欠損事故が頻発するようになった。文字通り異常としか言いようのない頻度で、手足の指、耳、目の欠けた村人たちが現れ始め、隣の町村の人たちは、この村を指して何かのたたりだと噂し合った。ついには保険会社が内定を始め、そこである事実が浮かび上がってきた。最初に書いた通りこの村は、炭鉱夫たちがいた頃には、彼らが毎日落とす金で活気に満ちていたのだが、廃校が決まると、村の人たちに対し国や公団から多額の一時金が支払われた。その中には、自宅通勤の、村出身の炭鉱夫たちもいたので、交付のいる世帯は、鉱山会社からの退職金プラス、国、公団からの一時手当の大金が舞い込み、彼らは新たな仕事に就くこともなく家を新築する、自宅に芸者を呼ぶ、家族総出でハワイに旅行、といった調子で大金を浪費し続けた。やがて手持ちの金も底をつき始め、さりとて今さら昔のつつましい生活に戻れなくなった彼らが取った行動というのが、勘のいい人ならもうわかっただろう。そう、保険金詐欺である。金を使い続けるために、彼らは保険をかけた自分の体を切り刻んでいたのだ。保険会社がこの事実を突き止め、彼らを詐欺罪で告訴する準備を進めていた矢先、その相手の一人から一本の電話が。大変だ。農作業中に誤って、釜で自分の赤ん坊の首を。この件で警察も動き出し、やはり内定はしてたらしい。詐欺、犯罪幇助、そして保険金目当ての英字丸買いで、ついに皆御用となったそうだ。以上、金のために畜生道にまで落ちた人たちの村、指切り村のお話でした。本当の真相はこの話とは異なる。炭鉱閉山、流れ物の炭鉱夫の仕事がなくなり人口大減少の危機、国からの交付金額を維持するため、人口の減少に対処すべく議員らの指示で元炭鉱夫への生活保護の無差別支給、もともと金遣いが荒い元炭鉱夫らが生活保護だけじゃ足りないとごね出す、事故で手足の指を落としたことにして障害者手当の追加支給、結局はバレたが流れ物の炭鉱夫の中には、被差別部落出身者や在日韓国人や在日朝鮮人が多く事件は闇に葬られた。このような経緯が教訓となって、現在でも元炭鉱の町やその周辺の自治体では生活保護の申請に対する調査が厳しくなっている。第2話、閉じ込めた悪夢。10歳の頃、2、3週間くらいだが、ひどい悪夢にうなされ続けたことがある。子供の時だから記憶が釈然としないのだが、母の話では、毎晩絶叫しながら床を転げ回って、喉をかきむしっていたという。朝起きたら寝汗をぐっしょりとかいていた。これが一晩ならいい。毎晩続くのだ。寝るのが本当に怖かった。あっという間に寝不足になった。骸骨のように痩せて、顔色が粘土のようになった。医者や霊能者に診てもらったのだが、原因は全くわからない。相変わらずのた打ち回る夜が続く。だから両親も痩せた。二人の方がよっぽど病気じゃないかと、俺が思ったくらいだ。前述したように、俺は2、3週間で救われるわけだが、恩人となったのは、霊能者でも坊主神主神父牧師でもなかった。当ててみそ。絶対当たらんよ。正解は催眠術師である。催眠術師つってもアマチュアのおっさんなのだが、父が軽い恐怖症を簡単に治してもらったことがあるらしく、その縁で俺も見てもらうことになった。催眠術師なんぞと思っていたが、俺は父に似て暗示にかかりやすいたちだと判明した。その人が取った作戦は、俺に悪夢を忘れさせることだった。奇妙なことだが、俺は夢の中身を起きた後もはっきりと覚えていた。そんなことは、当時の一連の悪夢に限られていたが、催眠術師の先生は、家をかたどったわしに夢の内容を書かせた。思い出すのも苦痛だった。
嫌な作業だった。先生はその足を箱に入れて、蓋にお札を貼り付け開かなくすると、俺と二人だけしかわからない、ある場所へ隠した。すまん、具体的には言えんが、箱を取り出そうとすれば簡単にできるのに、他人が見つけるなど絶対考えられないようなところ、だと言っておこう。両親でさえも。先生は、悪夢はこの中に閉じ込められたから、怖がることはない。と言った。箱を自分が開けなければ大丈夫だ。と。大学卒業の折帰省した時、ソーダーの箱はと思い出した。思い出したら気になって仕方なくなった。当時の夢がどれだけ恐ろしかったか、自分が一番知っているのだが、さすがに内容なんか忘れてしまっている。怖いという感情は確かにあった。だが、子供の時の恐怖なんて、得てして大人から見るとちゃちいものだ。今の俺は、当時の先生の言葉が、自分にどんな暗示をかけていたのかなんとなく推測できる。手品の種もすっかりわかっている。俺は当時の恐怖を白日の光の元にさらけ出して、笑い話にしたかったのだ。そう思って、こっそりと箱を取りに行った。蓋にかぶさったお札が見える。先生に霊能力はないのだ、と思ったらかなりチャチい。剥がそうと端を爪で擦り始めた。すると唐突に、10年間忘れていたはずの夢の内容が、脳の中で再現を始めたのだ。俺は和室にいて、明かりの差し込む障子を見ていた。縁側にある竹笹の影が落ちていた。一番上の列の窓一枚分だけ綺麗に四角く切り取られて、そこからニヤニヤ笑っている福福しい中年のエビス顔が覗いていた。だが顔だけなのだ。障子には笹の影が揺れるだけ。そいつの胴体の影は一切映っていないのだ。俺の背中には両開きの襖があった。奥には、襖に仕切られた部屋が延々と続いていることもわかっていた。と小さな鳩の鳴くような小さな音、声がかすかに聞こえた。続いて。という音がし始めた。だんだん大きくなってくる。襖を次々と開けて、何かがこちらへ全力でかけてくるのだ。ケラケラケラと男の笑い声が、腹の底から楽しそうな声が聞こえた。それはどんどん大きくなった。俺は凍りついていた。絶対に振り向いてはいけない、ということだけは確信があった。と俺の背後の襖が開いた。そいつは俺のうなじに生臭い息をかけた。わざとだと思った。そしてぼそりと耳元で俺に言おう。箱を取り落とした。という音で我に返った。俺は元通りの位置に戻して、まっすぐ家に戻った。だから今でも、悪夢の箱はそこにある。催眠セラピーは実際にあるよな。つうか、お祓いとか呪霊こそが催眠セラピーの一種なんだけどな。何度も悪夢を見るだけでなく、それで体調を崩すほどのトラウマが不明なままなのが気になる。PTSD でもかなり重篤な症状だろ、これ。根本原因が手つかずのままなのは、かなりまずいような。そもそも原因なんて分かってももうどうしようもない、存在しない、形を変えている、思い出せない、過去は変えられないなど、ことがほとんどだから、これが最良の策で、これ以上は触らぬ神にたたりなし、だよ。俺の悪夢も年一でまだやってくるけどどうしようもないし、心を不安に駆られないようにするくらいしか手がない。なんでわかる場所に隠すんだ？本人には隠し場所はわからなくしといた方が良くないか？開けたら困るだろ。大人になってからも箱を開けられないって、どんだけ恐ろしい悪夢だったんだろうか。第3話、川の字。昨日の夜、飲みに行ってたもんで、少し遅めに帰ってきたんです。家に帰ると、家族は寝ています。まあ、1時過ぎていたので、それは仕方のないことなんですが、なんか変だったのです。電気もストーブもつけっぱなし、挙句の果てには、テレビまで大音量でついていたんです。電気とストーブは、自分への心遣いと思えなくもないですが、テレビがついたままなのは、ちょっとおかしいと思いました。しかも、なぜかみんな今で寝ています。父と母は時々今でそのまま寝る時はあるけど、弟は年頃なんで、いつも必ずと言っていいほど自分の部屋で寝てるのです。なのに今日は今で、しかも3人が綺麗に川の字に並んで、その時、自分はさすがにちょっと薄気味悪い気がしたんです。
このように何かが起こるときって、前に何か予感がしますよね。その予感って、やはり必ず当たるんです。不思議ですよね。自分はまず着替えて、トイレに行ったんです。用を足しているときは少し落ち着きましたが、次の瞬間、かなりの寒気がしました。なんと、一瞬で部屋の電気とテレビが消えたんです。そして、ストーブの音も消えました。一瞬、停電かと現実的に考えましたが、ウォシュレットは作動してるので、やはりおかしいと思いました。そして、用を足し終わり、こっそりとトイレから出て、真っ暗な今の電気を手探りで探し、電気をつけたんです。すると、また異常に気づきました。今に誰もいないのです。川の字に敷いてあった布団も、きれいに片付けられています。ここまで大したことは起きてないんですが、なんか心がすっきりしないというか、少しの恐怖と不快感に、自分はイライラしてたんです。うわぁ。いきなり弟の叫び声が聞こえたんです。自分は急いで弟の部屋に駆け込むと、弟は布団に潜ってガタガタと震えていました。そして、そこには信じられない光景がありました。さっき見た3人が川の字で寝てる光景がぼんやりと浮かんでたんです。しかもよく見ると、すごい表情で血を吐いて死んでいます。自分も叫びました。顔を上げてもう一回そこを見ると、もうその光景はありませんでした。自分は弟が潜ってる布団を揺すり、ほら、もう消えたから大丈夫だ、と言って、布団を開けました。しかしなんと、弟はいませんでした。ものすごい寒気がしました。そして自分はすぐさま今に行ったんです。するとそこには、3人が川の字になって寝ている姿がありました。恐る恐る3人の手を触って確認しましたが、ちゃんとした人間でした。自分は何を見てたんでしょうか？幻覚にしてはありえないことだらけです。そして自分は怖さに耐えれず、昨日は結局3人が寝てる横で寝ました。特に怖い夢を見なかったのは幸いですが、これから朝帰りが怖くなりそうです。それに今日は日曜なので、今日までにその恐怖を消しておきたいと思います。で、他の皆さんはなぜ今で寝ていたのですか？そのことを聞かれましたか？弟が、自分の部屋が怖くて今に来たみたいです。年頃のはずの弟さんは何が怖くて両親と一緒に寝てたんだ？もう消えたからって、弟と自分が同じ幻覚を見てる感じなのかな。第4話、パン工場。俺は8年前、パン屋で働いていたんです。当時、真冬で朝から昼まで食パンを焼いていたんですけど、食パン工場は1人から2人で作業をするんだが、場所が隔離されていて、12時を過ぎると人が俺1人になるんです。その日は無性に寒くて、俺は人が3、4人は入れるパンを焼く釜で温まろうと思いました。その釜は分厚い鉄の扉があり、中から開けることができない代物なんです。俺は扉が閉まりきらない程度まで扉を閉めて、一服をしながら温まっていたら、突然カチャッと音がして、扉が閉まってしまいました。釜の中はまだ熱く、扉を閉めると熱がこもり息ができないのです。どうにか出なきゃと思い、扉についている小窓を叩き壊そうとしたが、熱くて触ることもできない。どんどん意識も遠のいてきたが、それでもなんとかしようとした。下を見ると扉と床に隙間があり、そこから外の空気を吸うも、床が熱く顔を火傷してしまいました。まだ跡が残ってる。それでも俺はその隙間から空気を吸って、なんとか意識を保っていた。しかし、ここには誰も来ないことは俺が一番よく知っていたため、俺が戸締まりしてた、次第に気力がなくなってくる。俺は半分諦めていたのか、隙間から空気を吸うのをやめて、小窓をぼーっと眺めていました。小窓の向こうに見えるものは、俺がさっきまで飲んでいた CC レモンが見えるだけだったのが悲しかったです。それから5、6分経った頃、小窓に人影が見えたんです。俺は気が狂うほど熱い扉をやけども気にせず叩いたんです。無茶熱かった。その音に気がついて助けてくれたのは、工場長の H 野さんだった。H 野さんは慌てて扉を開けてくれ、俺は扉の外に飛び込む感じで脱出して、冷たい空気を浴びた時泣いちゃいました。そんな俺を見て H 野さんは、何やってるの？こんなことしたら死んじゃうじゃないか。と叱られちゃいました。後日、なんで工場に来たのか聞いたら、俺がいつまで経っても本館に来ないから、心配して来てくれたらしい。食パン焼くのが終わったら本館で作業する。まあ、H 野さんが来てなくても、おそらく死んでなかっただろう。
釜の熱が冷めるから。しかし、今でも夢に出てくるくらい恐怖した。今でも密室は怖いです。パン工場からしたら超迷惑な話だ。ていうかパン焼く釜で一服って最悪。作業中の事故って怖いよね。機械に挟まれて酔うで、片腕切断しちゃったりってあるしさ。これは誰がどう見ても自業自得だよね。寒いから釜の中で休憩、閉まりきらないぐらいのギリギリなところまで閉めてとか、どれもこれも普通ならありえない行動だろ。助かってよかったな。第5話、盆栽。うちの近所に古い家がありまして、老夫婦が住んでいました。おばあさんは去年までご存命でしたが、おじいさんは15年ほど前、僕が小学校を卒業する前に亡くなりました。偏屈の雷親父として有名な人で、すぐ目の前の空き地で野球やサッカーをして、ボールが敷地に入ってしまった時なんて、本当に漫画のように。こら。で、よく思い切り怒号が飛んできたりしました。僕が4年生くらいのことだったと思います。賞をもらったとかでおじいさんがとても大切にしていた盆栽を、サッカーボールでコッパみじんにしてしまったことがあります。おじいさんはあまりのショックで、怒鳴るどころか寝込んでしまい、さすがの両親も驚いて、菓子折りを持って謝りに行きました。僕も一緒に謝りに行かさせられたんですが、その時のおじいさんは、いつもの雷親父とはまるで別人のように、正気が抜けてしょんぼりしてしまっていて、僕も子供ながらに、罪悪感でいっぱいになってしまいました。おじいさんは、それからしばらく寝たきりになりました。僕ら悪ガキたちは、その空き地ではボール遊びをしなくなりましたが、盆栽のことでずっと負い目を感じていて、許してもらえないとすごく気持ちが悪かったので、何かおじいさんの満足することをして許してもらおうと、自分たちの小遣いを集めて盆栽を買い、おじいさんにプレゼントすることにしました。当時の小学生のお小遣いといったらたかが知れていて、頑張っても結局5人で2万円程度しか集まりませんでした。でも、盆栽一つなら賞をもらうほどでなくても、まあまあ良いものを買うことはできます。もちろん僕らにはわからない世界ですから、近くの盆栽園でおじさんに選んでもらって購入。みんなで届けに行きましたが、おじいさんはまだ起き上がることができず、代わりにおばあさんに受け取ってもらいました。おじいさんが受け取ってくれたかどうか心配で、数日後、物陰から庭を覗いてみたら、他の盆栽と一緒に僕らの盆栽も並んでいて、回復したおじいさんが、丁寧にそれに水やりしているのが見えて、僕ら全員、ほっと胸を撫で下ろしたものです。それからしばらく、僕ら全員その家には近寄らなかったのですが、6年の夏休みの頃、おじいさんが肺炎で亡くなったという知らせを受け、僕らは日を見てから、再び庭を覗きに行くことにしました。今度はきちんとおばあさんに許可をもらって、庭を見させてもらいました。おじいさんが亡くなってすでに2ヶ月ほど経っていましたし、腰の悪いおばあさんは庭仕事ができないため、盆栽はどれも少し荒れてしまっていました。僕らのあげた盆栽がどこか少し探して回りましたが、そのうちに一人が、あ、とすっとんきょうな声を上げました。駆け寄ってみると、大きな盆栽の陰に隠れるように僕らの盆栽が置いてありました。それを見た僕らは、その場で凍りついたように呆然としてしまいました。その時のショックは今でも忘れることができません。盆栽の幹に僕ら全員の名字が乱雑に掘られ、数十本の釘が深々と打ち込まれていたのです。盆栽って50年とかかけて完成するんだぞ。だからといってこれはやっちゃいけなかったな。もしかするとおじいさんは自ら自分の寿命を縮めたんじゃないだろうか。余計なことせずに素直に2万円のままで封筒に入れて渡した方が良かったのかもしれないね。そもそも盆栽に名前を彫って釘を打ち込んだのは本当におじいさんなんでしょうか。もう一人いるでしょう、犯行が可能だった人物が。そう、おばあさん、あなたですよ。おじいさんが存命の頃水やりをしていた姿を見ている、プラス、亡くなって2ヶ月の時期に見に行ったら、だから、おじいさんが亡くなった後におばあさんが、おじいさんの死の縁因になったと思って、小学生たちを呪ったのかなと思った。水やりを見に行った時には他の盆栽と一緒に並んでるのに、亡くなった後見に行った時は少し探して回らなきゃいけないような位置に動いているし。じいさん呪ってないだろ？単に盆栽に八つ当たりしてただけじゃね？
仮に呪って恨みつらみを吐き出していたとしても、実際にはガキどもにもその家族にも何の被害も出ていないわけだし。これが人死にが出ていたり、怪我人が続出したりしたんだったら話は別だが。後味悪いな。手塩にかけた盆栽を破壊されたじいさんはかわいそうだし、子供ってこういう過ちを犯しちゃうものだしな。この2万円の盆栽が一番不憫。